アンドレ・マルティン・カリージョ・ディアスは、ペルーのシュトリマ出身のサッカー選手。ペルー代表。アルヒラル所属。ポジションはミッドフィールダー。2007年に、アリアン・サリマの下部組織へ入団。2009年12月5日のセサル・バジェホ戦で、トップチームデビューを果たし、2011年2月13日の、CD ・ウニオン・コメルシオ戦でプロ初ゴールを挙げた。 2011年5月6日、スポルティング c p へ5年契約で移籍。徐々に出場機会を増やし2014から15シーズンには中心選手として32試合後得点を記録。しかし、翌2015から16シーズンの開幕前に移籍を志願し、残り1年となった契約の延長を拒否したため、 シーズンを通して構想外となり4試合の出場に止まった。2016年7月2日、SL ベンフカへ移籍。2017年8月24日、ワトフォード FCH シーズンのレンタル移籍が発表された。2018年7月20日、あるヒラル H シーズンのレンタル移籍が発表された。ペルー代表として、 2011年1月2011南米ユース選手権に出場した2012年8月15日のコスタリカとの親善試合で代表初得点を記録ありがとうございます